はい、タイガです。今回は再生回数の正しい伸ばし方について解説をします。 YouTube で動画投稿を頑張っているのに再生回数が全然伸びないということってありますよね。周りのチャンネルは1本目から伸びたり、動画がバズっていきなり1000回や1万回など再生回数を増やしているのに、自分のチャンネルは全然伸びなくて焦っている人もいると思います。実は多くの人が勘違いをしているのですが、再生回数は投稿後すぐに伸びたらいいというものでもありません。この正しい再生回数の伸ばし方を知らずにチャンネルが伸び悩んでいる人も多いです。そこで今回は YouTube の正しい再生回数の伸ばし方について解説をします。この動画を見ると YouTube の正しい再生回数の伸ばし方がわかります。そして再生回数が伸び悩んでいるチャンネルがやりがちな失敗についてもわかるので、最後までぜひ見ていってください。ちなみに僕は普段アニメーションで YouTube の解説動画を投稿しています。 YouTube の始め方や登録者を増やす方法などを解説しているので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。個別相談も実施しているので、概要欄の LINE アットの友達追加もよろしくお願いします。まずはじめに、チャンネルの再生回数はバズるよりも積み上げることが大事という話をします。再生回数は登録者よりもみんなの目につきやすく、多くの人がすごく意識している数字だと思います。例えば1本目の動画から1000回や1万回再生など多くの再生回数を伸ばしていて、動画投稿数が少ないのに再生回数が高いというチャンネルもたくさんあります。そういうチャンネルと自分のチャンネルを単純に見えている再生回数だけを比較して良し悪しを判断している人もいますが、これは実はあまりいい分析方法とは言えません。というのも YouTube では同じ1万回再生でも1ヶ月で1万回再生いく動画と1年かけて1万回再生いく動画では性質が違うからです。前者はいわゆるバズった動画で、場合によっては1年後全く再生されない可能性もあります。後者は着実に毎日再生された結果なので、1年後もその先も再生され続ける可能性があります。もちろんどちらも1万回再生されているのでいい動画なんですが、実際は後者の徐々に再生され続ける動画の方がチャンネルを伸ばしていくためにはメリットが大きいです。こういう長く継続して再生される動画がチャンネル内にたくさんあると、動画投稿のたびにチャンネル内の1日の再生回数が右肩上がりで伸びていきます。逆に継続して再生されない動画ばかりだと1日の再生回数は横ばいになっていきます。つまり動画投稿した日は伸びるけど、そうでない日は全く再生されないというようになってしまいます。こういうチャンネルは投稿する動画が伸びなくなると一気に伸び悩みます。そのため長期的にチャンネルを運営する上では、より長く再生され続ける動画を作って再生回数を積み上げていくことが大事ということになります。これは知らない人が多いのでしっかりと押さえておきましょう。また1本の動画だけでチャンネルを成長させるのは難しいという話をします。チャンネルは再生回数も登録読者も積み上がっていかないと、いずれ頭打ちになって成長が止まってしまいます。特によく多いのが、たまたま1本の動画だけがバズって登録者は一時的に増えたけど、それ以降の動画が全く再生数が伸びずに登録者も増えなくなってしまった、場合によっては登録解除されて登録者が減っていく一方になってしまったというチャンネルは多いです。つまり1本の動画だけが伸びても他の動画が伸びなかったらチャンネルは成長しないということです。逆に1本も大きくバズったりしなくても、複数の動画の質が良く、少しずつ再生数も登録者も増やしているチャンネルは、大きくチャンネルから視聴者が離れるということはなく、安定して成長させていきます。また複数いい動画があることで次に投稿する動画も伸びやすくなりますし、動画ごとの関連性も出てきます。こうなるとチャンネル内に動画の本数がたまればたまるほど成長のスピードも上がっていきます。初心者やチャンネルが伸び悩む人というのは、1本の動画だけでチャンネルを大きく変えたいという気持ちが強すぎて、なかなかこの長期目線に立ってチャンネルを運営できないことが多いです。1本のバズにチャンネルの成長をかけるのではなく、10本や20本など複数の動画で少しずつチャンネルを伸ばしていくという意識で運営することが大事なので、ここも覚えておくといいと思います。それでは具体的に再生回数を着実に積み重ねていくためにはどうしたらいいのかということについて解説をします。今回は大きく3つ紹介したいと思います。1つ目は、初期は継続再生される動画作りを意識する
するということです。冒頭でも話をした通り、まずチャンネルを伸ばしていくためには継続して1年後も2年後も再生されるような動画をたくさんチャンネルに貯めるということが大事になります。その中でも特に検索流入を意識した動画というのは一番大事になります。 YouTube で一番長く再生され続ける動画というのは検索から再生される動画になります。例えば僕のチャンネルでもオープニングの作り方やエンディングの作り方、ハッシュタグの付け方などの1年前も見られて今でも再生される動画なんかは基本的に YouTube の検索経由で再生されています。こういう動画に限ってはブラウジング機能や関連動画よりも圧倒的に検索経由で再生されています。こういう動画がチャンネル内に複数本あることによって毎日動画投稿しなくてもチャンネル内の動画が再生され続けています。まずはこういう動画をたくさん貯めるということが大事になります。そしてこの検索というのは、例えば毎年春になったら再生される動画とか毎年4月になったら再生される動画などのように毎年必ず需要やトレンドがあるということも意識すると作りやすいかと思います。逆に例えば今しか再生されない動画や2021年の今年しか再生されないような動画は来年になると再生回数はもう極端に落ちて再生されなくなってしまいます。こうなってしまうとせっかく動画投稿してもチャンネル内の再生回数を継続して伸ばすことにはなりません。特に初期の頃はチャンネル内に動画も少ないです。1ヶ月後に再生されない動画を何本も貯めてしまうと初期の再生回数は全く上がっていかなくなってしまうので、この点は注意するようにしましょう。初期の頃は投稿してすぐの再生数ではなく投稿後しばらく経っても再生され続けているかどうかに注目しましょう。2つ目は人気の動画が作れたら同じような企画を続けるということです。初心者の人や多くの人がやりがちな失敗としては毎回の動画の企画を変えすぎてしまうということがあります。毎回毎回いろんな企画を考えて再生されようと頑張ってしまうということがありますが、実はこれはうまくいかない原因の一つにもなっています。実は YouTube では特に初期は似たような企画を続けて投稿する方が再生回数は伸ばしやすく、こちらの方が正しい再生回数の伸ばし方になります。つまり人気動画ができたら同じような企画で2本目3本目の動画を作っていきます。極端な例でいくとモーニングルーティーンの動画で伸びたら別の日のモーニングルーティーンだったり早朝のモーニングルーティーン、忙しい朝のモーニングルーティーンなどで伸ばす方がいいです。これはモーニングルーティーンを見た人は基本的に次の動画も同じような企画の動画を見たいからです。よく多くの人がやりがちなのはせっかくモーニングルーティーンの動画で伸びても次に投稿するときに前も似たような企画をやったから飽きられないかなと考えてルームツアーだったり料理動画だったりお出かけの動画など別の企画を考えて投稿してしまいます。これをやると各動画の関連性やつながりが薄くなって再生されにくくなることが多いです。一つの動画がせっかく伸びてもその動画を活かすことができず再生回数が積み上がっていきません。特に再生回数が少ないうちは登録者であっても全ての動画を全部見ているわけではないです。みんなチャンネルの中の数本の動画しか見ていません。なので企画が被っていてもそこで気になる人はいないので、人気の動画が1個作れたのならその人気になった理由を分析して同じような企画を使い回す方がいいです。こうすることで1つの動画を見てくれた人が別の動画も見てくれやすくなりますし、これを続けていくと徐々にチャンネルの企画の統一感も出てきます。そして再生回数も積み上がっていくという流れになります。似た企画は再生リストにもまとめることができるのでよりチャンネル内も整理されていくと思います。なので一ついい動画が作れた時は積極的に同じような企画の動画を続けるといいと思います。今企画がバラバラな人はまずはここを意識してみてください。3つ目は最終的にはブラウジング機能を狙って伸ばすということです。初期の頃は基本的に YouTube も誰にこのチャンネルの動画をおすすめしたらいいか分からずデータが溜まっていないという状態が続きます。これが検索からの再生や関連動画からの再生をされていき徐々にデータが溜まっていくとあるタイミングで興味のありそうな視聴者におすすめをしてくれるようになります。この YouTube のおすすめのことをブラウジング機能と言いますが、 YouTube で再生回数を大きく伸ばすためには最終的にはこのブラウジング機能が大事になります。動画が大きくバズる時もこのブラウジング機能がきっかけになっています。このブラウジング機能でおすすめされるタイミングはバラバラで、投稿後すぐにおすすめされる場合もあれば長い時には90日後に急に伸びてくることもあります。
あります。このタイミングは YouTube のデータやアルゴリズム次第なのでコントロールすることはできません。ですが大事なのはこの YouTube がおすすめをしてくれるタイミングまでにある一定の視聴者層に見られる動画を作り続けておくということです。例えば子育てのチャンネルを運営していて子供を持つママに見られるチャンネルにしたいのであればとにかく検索でも関連動画でもその視聴者層だけが見てくれる動画を投稿していき YouTube にもこのチャンネルはママ向けの動画なんだということを理解してもらう必要があります。このデータが一定数正しくたまると YouTube は子供を持つママに対して自分の動画をおすすめしてくれるようになります。ただ途中で例えば鬼滅の刃とかトレンドや流行りのネタなどを混ぜてしまうと子供向けとかママ以外の人もチャンネルに来てしまって視聴者層が崩れてしまいます。こうなるとブラウジング機能で伸びるタイミングで思ったよりも伸びず伸び悩むチャンネルになってしまいます。 YouTube で一気に再生数が伸びるときはこのブラウジング機能が8割から9割を占めています。この機能を活かせずにいるとどれだけ検索経由で再生数を着実に増やしていても最終的に伸びないチャンネルになってしまうので注意をしましょう。はい、最後におまけですがチャンネルを定期的に整理することも必要という話をします。今回話をしたように YouTube では基本的に継続して再生される動画をチャンネル内に貯めていくことが必要です。ですが中には頑張って作ったけどもう全く再生されなくなってしまったという動画もあると思います。そんな時に投稿後3ヶ月以上経っていて今1日数回も再生されなかったりクリック率などの反応が悪い動画は削除をすることをお勧めします。というのもこういう動画がチャンネル内にあると最新の動画でいい動画を出しても過去のあまり良くない動画が足を引っ張って連続して再生されることにつながらないということがあるからです。チャンネル内を定期的に整理してどれも継続再生されるようないい動画ばかりになっていると視聴者からの印象も良く結果的に再生回数が伸びていきやすくなります。もちろん頑張って作った動画なので削除するのはもったいないと感じる人もいると思いますが長期的にチャンネルを伸ばすためにはこういう決断も必要です。作ったことは全く無駄ではないですし経験にもなっているのでぜひチャンネル内の整理もしてみてください。またどんな動画を整理したらいいかわからなかったり再生回数が全く伸びないという人は個別に相談にも乗りますのでぜひ気軽にご相談ください。はい、それでは本日のまとめです。今回は YouTube の正しい再生回数の伸ばし方について解説をしました。具体的な方法としては継続的に再生される動画作りをする、人気動画が作れたらその企画を使います、最終的にはブラウジング機能で伸ばせるようにする、この3つを紹介しました。再生回数が全然伸びなくて悩んでいる人はぜひ今回の動画を参考に頑張ってみてください。また動画のコメント欄で動画にしてほしい内容を募集しています。日々のチャンネル運営で悩んでいることがあればぜひコメント欄にコメントをください。概要欄の LINE アットからでも個別に動画のフィードバックもしているのでそちらも気軽にご相談ください。それでは今後もこのような動画を投稿していきますのでこの動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは本日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。